イ・ジョンソク&シン・ヘソン主演2部作ドラマ、死の賛美、11月27日に韓国放送決定。写真イコールマイデイリー D.BSBS の2部作特集ドラマ、死の賛美、脚本、演出、チョスジンが、韓国で11月27日に初放送される。SBS の関係者は1日、マイデイリーに、死の賛美が11月27日、初放送の編成を確定した。現在放送中である月日ドラマ、狐嫁星の後番組として放送される、と伝えた。死の賛美は、朝鮮初のソプラノ歌手ユン・シムドクが1926年8月に発表したアルバム。であり、韓国大衆歌謡の講師として、その後映画とミュージカルなど多様な形で再誕生した。SBS 特集ドラマ、死の賛美は1991年の映画、死の賛美とは異なり、劇作家キム・ウジン、イ・ジョンソクとソプラノ。歌手ユン・シムドク、シン・ヘソンの悲劇的な愛と共に、今まで公開されなかったキム・ウジンの作品の世界について扱う。これに先立って俳優イ・ジョンソク、シン・ヘソン、イ・サンヨプなどが出演を確定して話題を集めた中、ドクターズ、ロマンドクタ、キム・サブ、あなたが眠っている間に、を共同演出したパク・スジンプロデューサーのデビュー作として期待が高まっている。